疲れ様です。見てました？皆さん質問ありがとうございました。ちょっと可愛い。そうですか、いいね、ありがとうございます、嬉しい。ミックスジュースめっちゃいい名前だなって思う。こんばんは、こんばんは。七期の二人も面白かったね。マイティさ、仕切りした方がいいんじゃないかぐらいしっかりしてたよね。アンジュちゃん面白かった。絶対バラエティー班県です。 NMB 可愛い、公式成人おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんです、新成人なんですよ。ありがとうございます。 NMB48 カトちゃんこと杉浦琴音です。ぜひカトちゃん覚えて入ってくださいね。クトちゃん仕切りうまいよね。嘘、嬉しい、ありがとう。ツインテ、そうツインテ。帰宅中なのでラジオ状態で聞いております。まあお気をつけて。アンジュは笑い芸人だったらしい、7期生で。いいやいいや、めっちゃ面白い。なんかね、コンビ感あるよね、あの二人。リカリンさんとかさ、あのレイナナとかさ、横っ腹とかさ、ジュッティはそういうなんかコンビ感、ペア感があるなと思います。こんにちは。グレビーの雰囲気が伝わってきました、嬉しい、ありがとうございます。ことにゃみは最弱ユニット最弱ユニット。かたんしくことにゃみみ、耳が、あ、そう、猫とも弱いんだった。そう、世の中にあんまり知られてない。キャザーでよく、ありがとうございます。そう、じゃんけん最弱なんですよ。アーノンに負けました。お父さんとレナタンの姉妹感好きね。姉妹って感じですよね、私とレナタン。でもどっちがお姉ちゃんかは決まってません。どっちかがお姉さんです。こんばんは、こんばんは。 VV 強そう。VV 好きです、私も個人的に好きです。レナタンやろ、姉は姉はレナタンだね。今日なんかすごいことちゃんがお姉ちゃんって感じがしました。だってみんな私だけよ、私が。だって規制的にもさ、年齢的にも上だった、ずっとさ、しゃべくりアワーってさ、なんかあんたんさんとやってきたイメージがあって、すごいあんたさんが多くて、私の会話めっちゃ頼ってたし、やっぱり年齢も上だし規制も上だから甘やかされてきたけど、なんか先輩になったなって思ったね。緑カーテン、ちょっとマイティも黄色カーテンだったから
懐かしくなった。スクショタイム？何なん？何がいい？にゃん、何したらいい？スクショタイムしながらお話しするわ。いかねえ先輩感出てきた。マジ？そして良いです、なんかあります？ポーズなんかありますか？ウサギとかぷくってしてるの好きです。羊？ありがとうございます。ピンクアイドルやな。6期生の時は全部任せっきりやった。個人配信です。でははじめまして、ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。皆さんお仕事終わりですか？18時半終わった感じ。お仕事ありましたか？しゃべくりアワー見てくださってたか？も可愛いですね。ありがとうございます。あさっての話し会よろしくね。皆さんお話ししましょう。明日そうした公演なんですよ。はじめまして、はじめまして、 NMB48 ことちゃんこと杉浦ことねです。よろしくお願いします。声が素敵です。嬉しい、ありがとうございます。仕事終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。明日公演やばいんですよ。明日ノーサンキューなんですよ。先ほどしゃべくり見たんですが、リーダー頑張ってください。私はリーダーですが応援してます。ありがとうございます。そう、しゃべくりの後ですこれ。スカさんハートありがとうございます。ノーサンキュー苦手なんで。頑張ります。公演がノーサンキュー。違う、そんでもノーサンキューなんです。可愛いので繰り返します。ありがとうございます。嬉しい、たくさんコメントお待ちしてます。お場面見て理解しました。そう、もうずっとずっと練習してるんですけど永遠に苦手なんですよね。もうずっとなんでだろう。だってだってとかはすぐ覚えれたんですけど、苦手な、苦手なんだろう、なんか
繰り返しの方が苦手なのかな。頑張ります。なんか取れた。受験です。ありがとうございます。ことちゃんです。よろしくお願いします。どの辺が苦手ねえ。ステップサビ。今日出演した七期生メンバーの印象が聞きたいです。印象、なんかアンジュちゃんは次世代コンでぐるんって足ぐるんってするやつしてたじゃん。私なんか密着、密着も見てるんですけど、密着とか見ても研究生公演とか見てもめちゃめちゃあの踊れ、おダンスって感じだからバキバキ系なんかな、性格もバサってした感じなんかなって思うとめちゃめちゃふわふわしてて、でなんか NMB っぽい感じがして期待ですね。面白い、面白い、絶対バラエティ面って感じ。マイティはなんか超めちゃ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 あの100点の人なんですよ。全部オールマイティ、オールマイティってめっちゃ似合うなってぐらいめっちゃ完璧で、私は私服、マイティの私服が好きで INN の時とか、いつだろう、2回しか見てないんですけど、いつ見たんだっけな、めっちゃ私服が好きです。私が大人っぽい服装をした時の系統って感じ。そう、めっちゃいい子、めっちゃいい子、なんて言うんだろう、もう生徒会長系ですね。マイティダンス未経験なの？やば、え？そうなの？やばいね、それは。それはやばいぞ。未経験のこのダンスじゃない。アンジュちゃんのほとんどしてる感じが好きです。わかる、わかる。でも全然なんか踊るときは踊るとしてない。マリニンは逆やけどな。マリニンはダンスになった瞬間おどおどするタイプ。今時学校の授業ではあるんでは。あ、ダンス？あ、ありました。私一番嫌いやったダンスが。もうなんか恥ずかしいし覚えられないし、もう体の使い方が分かんないし、みんなも楽しいのかなとか思ってた。ずっとノーセンキューもさらりと踊れるかも。え、だってもう踊ってますよね。私 DMM のアンジュちゃん見て練習してる。そう、それでさっき見たんですよ。なんか7期生の DMM の方が引きで映ってるくない？空砲の方はなんか顔が映ってる感じがしたから、7期生のこの方を見てやりました。覚えました。覚えるっていうかニュアンスお勉強しました。
見て、可愛い、ありがとうございます。女子がダンスで、え、柔道、そのそういう分け方、あ、でも中学生とかって分けてたかもしれない。え、何したかな。ラグビーだったっけ、ラグビーの選手だったんだよね、私の体育の先生が。めっちゃ強いみたいな、なんかカチコチだった。まあこれ以上ノーサンキューさノーサンキューの話したらさ、明日注目されちゃうからさやめよう自分から言っといたけど。こんばんは。ね、しかもさ、まあまあ前だし嬉しいぜ。今確認したけど明日外れてる。かたちゃん、はーい、空砲。じゃあ私がね、空砲出た時はだってだってだっての最後だったんです。定点で見るしかとかやめてよ結構みんな久しぶりじゃないかな、明日のメンバー。え、全然私は未来以外のアンダーと出たことなくて、公演に。でも結構フルメンが多かったから、ちょっとね、楽しみ。まずゆいな楽しみだし、そう、はるちゃん初日、明日キャンプじゃないです。嘘、来て来て来て、楽しみです。楽しみだけど、なんか不安すぎて無限に練習しちゃう、怖すぎて。なんか一生空砲してる。千秋楽もあるんですよね、私。うん、千秋楽やばいな。明日の公演久しぶりに配信で見ようか。見てください。大丈夫、大丈夫やんな、リハするし。私はリハで極限まで緊張するっていう方法をしてます。そしたら本番はそんな緊張しない。推しカメラで見たい。 VR は推しカメラで見えます。 VR のちょっとお高いやつは自分で見たいとこ見れるの。だから推しをこうやってこうやってこうやってしたら こう見えるの。選手楽権利使えないから。今日何食べましたか。おでん。明日は公演が15分早いってのを忘れないように気をつけます。そうだね、私も気をつけます。髪型できてない状態で出なきゃいけなくならないように。街で当たってる。明日の空砲はレアですよ。折り面が一人しかいないから、レアレアのレア。皆さん見てください。そして明後日と明後日はお話し会です。
たらグループキャプテン多いね。やっぱそうなるよ。だって空砲さ、前も言ったけどさ、空砲はさ挙手制だからさ、やっぱそうなるよなーって思った。しかも空砲メンバー出てからキャプテン決めたからね、別に集めたわけではないと思う。キャプテンじゃないか、挙手制なんていうの、なんて言うんだろう。うん、でも出たいって言って出るよ、基本公演は全部、またぎとかも。おでん何好き？大根とあのちくわの中にごぼうが挟まってるの。リーダーか。からしつけるの早すぎて笑った。ごぼ天？ごぼ天っていうのはあれなんて言うんですか？ごぼう、ちくわの中にごぼうが入ってるやつ。愛知八丁味噌が有名なんですけど、私味噌あんまり好きじゃなくて。ごぼ天っていうのか。と大根とあと卵の白身が好きです。一時期おでんの卵食べ過ぎて怒られた人ね、おでん。卵っていっぱい食べると怒られるよね。ごぼて、あとはんぺんも好き。ちくわのあんなに、そうそうそう、ごぼうが入ってるやつ。卵おいしいんだね。ごぼう巻き、いろいろあるな。おでんの卵食べるの嘘。お父さんも仕事終わった、お疲れ。タコ、タコなんてあんの、おでんに。もち巾着、もち巾着か。ロールキャベツとタコ。いろいろある。ごぼう全然食べてた、うそ。なんかメニュー違うかも、地域によってね。今何の話して、おでんの具おでんの具の話してた。みんな今日のご飯は何ですか？コンビニでソーセージ入ってんの？おでんに？そう。でもね、大根好き。遊びに来てありがとうございます。お寿司ははま寿司で挑戦します。遊びに来てよ、ブーム。お疲れ様です、お疲れ様です。じゃがいもが、じゃがいも入ってるの、おでんに。チキン着、はま寿司で、はま寿司大好きなんですよ私。じゃあしゃべくりゃ、お疲れ様です、ありがとうございます。はんぺんの地域ある、年取ると大根が美味しく、嘘、私3歳から大根大好きおばあちゃんなのかな。じゃあ配信お疲れ様でした、ありがとうございます。ショールームの定型コメント、あ、これ定型コメント、遊びに来たよって。みんな楽してるのかしっかりしきれててありがとうございます。頑張ってください、頑張ります。はま寿司は何がおすすめだっけ？
ビンチョウ、アボカド、オニオン。名前どうだったかな。バレた。定型コメントことちゃんが変えれるらしいよ。どうやって変えるの？どうやって変えるんだろう。どうやって変えるんだ。次まで。教えてほしい。帰ってるメンバーもいるね。コトちゃん超絶可愛いですねって。まんまで満たされてありがとうございます。変われって言うてみ。メニュー配信、配信管理から設定いただけます。ありがとうございます。やってみます。コメント、定型コメントに眠い。定型コメントって何個つけれるの。ゆななんは自分でゆななん大好きってコメント設定してる。ゆななんっぽいよそれ。めっちゃことちゃんのたまに出る大阪弁かわいい。エセだよエセ。エセにも慣れてないエセ。関西弁です。超絶はう税が欲しいなら。そうなんだ。リカティさんとアミルの冠ライブ見ながら、今ですね。頑張ってください。昔よろしくね。楽しみ。よろしくです。私も楽しみ。遊びに来ては定型文発見。定型文だ。3個買える。何にしよっかな。ミンクプリーズ。Here you are。 何にしよっかな。定型文ね。顔文字ちらも定型なんだ。フォローしました。今日あるメンバーの可愛いリカティ出てる。何それ。リカティさんと仲良くなったよ。ちゃんってなんでそんなに可愛いの。嬉しい。みんながそうやって甘やかしてくれるからです。いいね。めちゃめちゃズーズーしいさ。で気分にもできるってことじゃんね。夜勤行ってきます。いってらっしゃい。甘やかしてください。大警部ね、お疲れ様です。本日も拝見いたしますとか。末永くおします。とちゃん楽しいとか。何しよう悩むな。拝見いたします。定型文。そう、本当センスた初見ですとか初見ですにしようかな。天使みたい。
たいです。本日も拝見いたします。ベルちゃん、あ、涙ごん、ことさま推しになりました。あ、君こそ僕のマイエンジェル、いいね。懐かしい、しおりさんだ。カタンシクことね。あ、今日もお星様投げさせてもらいました。難しい。焼きたてのポップコーンはいかがとか、どう？時制限あるのか。じゃあ焼きたてのポップコーンはダメ。いつ使うね。フードコートです。フードコートでキティちゃんが言ってます。焼きたてのポップコーンの機械でさ、買ったことある？声が美しい。嬉しい、ありがとうございます。10文字くらいなんだ。イオンに絶対、そう、イオンにあります。サンリオのさ、前とかにあるよね。焼きたてのポップコーンのかな。頑張って回すのか。とちゃん見て、シャネルのハイライトかな。そう、めっちゃツヤツヤになる。やばい、ツヤツヤ通り越してテカテカみたいになるけど、おすすめ。豚菓子はある。バター味、何味があるんですか、キティちゃん。ケース来ました、ありがとうございます。ここケースっぽいかも、カーテン。私めちゃめちゃ見て真似するけど、あのポップコーン実際に買ったことなくて、キティちゃんの何味があるとか、どんな大きさとかいくらかとか知らないんですよね。キャラメル、絶対美味しいじゃん。私映画館のキャラメルを、あの映画館のキャラメルじゃない、映画館のポップコーンを、あの丸いにさ、映画館あるじゃん、それを映画見ずに買いに行くぐらい映画館のキャラメルポップコーン好きなんですよ。あとお祭りの綿菓子も大好き。でもね、前ね、ウィニーばあちゃんがね、あのウィニーばあちゃん家の近くのお祭りがあったから、あの綿菓子を買っといてくれたらしくて、でも私があんまり行けなくて、綿菓子がこんなになっちゃってた。キティさん仕事選ばないから。ねえ、キンジポップコーン屋さん、ギャレット、ギャレットはめっちゃ美味しい。濃い、なんかね、18歳の生誕で差し入れで持ってったのかな、好評でした。なんかあんまりないらしいね、大阪に。あそこにあるらしいけど、エキスポシティみたいな万博のところにあるよ、大阪だとギャレット。でも長生きとかにった方が買いやすい。梅田に欲しい、ギャレット。砂糖に戻った、そう、砂糖に戻った。こんばんは、こんばんは。ウィニーばあちゃんしか勝たん、さあ、あのウィニーばあちゃんしか勝たん。こんばんは、こんばんは、はじめまして。 NMB48 ことちゃんこと杉浦ことねです。東京で並んで買ったね、めっちゃ流行りたての時はさ、そう、東京とかにしかなくてさ、有名ってか話題でしたよね。高島屋、なんか新しくチーズケーキ屋さんみたいなのができてて、高島屋にゲットモールと、なんて
金時計の通路よりもうちょっとゲートタワーより一個通路違う方、 JR の改札の方、ギャラッとできた時3時間、うわすごやばいね。もう最初さ、ジアレイ、免疫のジアレイもさ3時間5時間待ちとかじゃなかった？今誰も並んでないけど、そうやっぱ流行りってすごいよね。理解した、緩和したやつに残ってわかる。しかもちゃんとなんかね、いい収納になるしね。ただいまー、おかえり。タピオカもね、ね、流行りって怖いよね。牛乳のアイスとかもそうじゃない？名古屋は並ぶ、名古屋の人が並ぶイメージなのかな。クラブハリエミキさんまだまだ並んでるはず。ブーム、ピオリン、ピオリンって流行ってんのかな。生クリーム、生クリームか、生クリーム専門店だっけ。ノナラも並んでるイメージだった。私ね、ノナラが一番好きなんだよね。タピオカ、タピオカに味が、タピオカに黒糖味がついてるのが好き。こまはーい、こまはーい。甘いよね、ノナラのタピオカ。黒糖牛乳なんだけど、飲むならめちゃめちゃ甘い。ピオリンの前撮るたびにコトちゃんの顔ちらつく。嘘、あっちもこっちもあるよね。どっちもリナチ。スタバ新作の抹茶で満足してますね。えなんか意外と新作はあこれって思うものじゃなきゃ買わない。半分ぐらいかな、試すのは。ナタデココブーム来ないかなね。あとあれ、アロエね、聞いてみんな、あのね、ゴンチャのマンゴージュースが廃盤になったの。え、ちょっとさ、誰かさ、どうにかしてよ。ゴンチャのマンゴージュースのアロエトッピングが一番美味しいのに。マンゴラ、劇場近くのタピオカ屋、茶船どこだろう。そう、私の一番好きなやつがね、廃盤なんか、なくな、一回コロナの時にメニュー削減みたいなのでなくなったらしくて、それで、めっちゃ美味しかったし、そう、悲しいんです。はじめまして、はじめまして、 NMB48 ことちゃんこと杉原琴音です。アンケート書くかね。めっちゃ好きだったんでしょ、ゴンチャのマンゴージュース、アロエトッピングの L サイズ。なんか自主練する時とか、それを夏とかに持ってって、うん、甘さ控えめアロエトッピングがお気に入りだった。そう、多分そんな人気ないのかな、原料なのか分かんないけど。別れは突然来るものさ、悲しい。いつも私の好きな商品廃盤になっちゃうの悲しいんだけど。みんな、あ、夏しか需要ないとか、家で作るしか。ありがとうございます、菊ちゃん。じゃあそろそろ終わろうかなって思ってます。1時になるんでね。今日誕生日です。25になりました。誕生日おめでとうございます。5歳さん。そこと、じゃあ1分もすぐ廃盤になっちゃうんです。
じめまして、土屋さん。 NMB48 ことちゃんこと杉浦ことみです。そう、私との別れも突然にということで、まずはリュウとセイラさん、ハートありがとうございます。ハートハートハートありがとうございます。キアさん、ハートありがとうございます。タコマさん、かわいい、ありがとうございます。エスカさん、タコさんとハートありがとうございます。アトシさん、コバンありがとうございます。キッチャンハートヤコ、ありがとうございます。ではランキング読みます。13位キクちゃん、ありがとうございます。12位ブーピさん、ありがとうございます。11位セイキさん、ありがとうございます。10位タカラノさん、ありがとうございます。9位柳さん、ありがとうございます。8位ミランドさん、ありがとうございます。7位スヒロさん、ありがとうございます。6位タカマスさん、ありがとうございます。5位キアンさん、ありがとうございます。4位ヒサマヤさん、ありがとうございます。3位ガミヤさん、ありがとうございます。2位ヨンバンさん、ありがとうございます。1位アツシさん、ありがとうございます。皆さん、しゃべくりから見てもらった方もいると思います。ありがとうございます。明日は告白の空北公演、明後日はお話し会です。皆さん、元気に楽しく過ごしましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。明日は15分開演かな。元気に過ごしてくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。